Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Hello, how's it going? My name is Ken. Welcome to Downtime with Ken. I'm your host, Kensuke Yamamoto. ようこそ、Downtime with Ken。DJ と MC の Ken Yamamoto です。この番組は、いろんなバンドを呼んで、まあ、ゆるい感じで、楽しく話して、音楽情報番組とはいかないけども、まあ、バンドの裏側だったり、裏話をしていく番組です。まあ、みんなも楽しんで聞いてくれればいいかなと思います。よろしくお願いします。今回は、このシーンでは活躍しているハードロックが、ハードロックっていうのかな、まあ、スクリーム系のバンドの、Her Name and Blood のお二人に来てもらってます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。イェーイ。ヘルイェーイ。結構もう飲んでる系の感じで。ハネミブラッドボーカル。イケピーです。ヘルイエーヘルイエー。同じくベースのマコトです。ヘルイエーね。ヘルイエーはハマってるなんとなく5秒前ぐらいから今日ハマってる。そのレコーディングっていうのは、ここに来てこうレコーディングするときに、こうなんか早く終わらせるためにだったりとか、もう効率的にやろうみたいなってプランニングみたいのはするの、レコーディングの時ない。ないっすか。ないっし。いや、まあ、する考えてはいい。特にボーカル。特にボーカル。なんかね、結構お互いに熱くなってるよ。俺も撮りながら汗かいてっからね。俺も声枯れてたよ。一緒に歌っちゃうっすからね。ポテンシャルがね、秘めてるんですよ。なかなかうまくいかないね。で、そんなボーカル1本、メインボーカル1本撮ろうとかいう話じゃない。全部撮るからさ。もうこういうの調子のいい時で全部撮るから、結構仕事ね、その3、4時間とかもう5時間とかもう要は半日とか声出しっぱなし。ライブっつったらさ、半日もライブしてないじゃん。してないです。だから一曲で超疲れますね。そう、めちゃめちゃ疲れますね。こまめに入れて、なんかこういたわってやんないと、なんかダメになっちゃうね。多分それはどんどん強靭な人でもダメになる。3、4時間ひたすらスクリームしてるってのはもうね、すごい体力も必要だし、疲れてくるでしょ。疲れる。単純に。だから必然にこうね、プロテインも入れるようになるよね。そうです。あ、もう普通に、合間に入れますね。合間にプロテイン飲んでます、ね。プロテインタイムあるよ、ね。ありますね。合間に入れてあれ意味あんのかね。あれもプロテインの話で、あれなんだけど、俺初めてハーネーム見たのが、高校生時代に西荻窪で、Before My Life Fails と、多分スプリット出した頃、やばいね。Fever of Logic、ゴロなのね。で、イケピーが全然こんな感じじゃなかったの。俺の記憶の中で。それは、なんか、俺の間違えてんのか、本当に。それとも役をやってるのか。やっちゃっちゃ。そっからもうタフガイになったのか。確かめたいじゃん。あの時ガリガリだったよね、昔。ガリガリではなかったの。割とでも、あ、そう。割かしガタイ自体はまあまあ良かったんだけど。痩せマッチョだった。そうだね。俺の3分の2ぐらいではあったよ。そうです。リアルに。これか、これ3分の1ぐらいか。3分、そっからそうだね。こう、思い出のマーチとかあると思うんだよね。こう、何かこう、そのマーチを見ると、記憶を思い出したりとかさ、そういうのなんかある？あるね。あ、どういう、どのバンドのどのやつとかを。俺はね、高校1年生だったかなの時に買ったノイズフォアネームのシャツまだ持ってんだよね。すごい、ね、まだ着れる状態なんだけど、やばいですね。あの炎ロゴのやつなんだけど、それライブで？いや、もう俺は田舎育ちだからさ、通販で買ったんだけど、高校に着てったんだよね。もう誰も知らないわけなんだけど、ノイズフォアネーム、そう、そのオナニーなんだけど、俺これ着てる超やべえっていうので、で、ね、初めて買ったシャツだから、
もうなんか質感とか超やばかったよ、ね。え、どういうこと？これ、マニアックすぎるでしょ。これバンドティーだーみたいなさ。コレクター気分になるよね、そのマーチってね。そう。届いてさ、開けてみて、やっべーって言って。ログ書いてあるわって、そりゃ書いてあるわけなんだけど。書いてなかったらやばいね。それ、マーカーとかで書いてある。ロゴがないんですよ。イケピーはなんか。これはね、パンテラの。ああ、イケピーっぽいわ。ちょっと待って、こういうやつ。そういうやつです。こういうやつ。こういうやつ。あの、フィリパンセルの。フィリパンセル。ジャケ、あの、アーシャのやつ。ああ。じゃあ、フィリパンセルもがどういう顔してるかちょっと教えてあげて。こういう顔してるやつ。どこに、今の、マコトの体、どこが入ってるの？上から行くと唇でしょ、うん、左肩右肩前腕胸膝左足全部右足全部かな、すごいね。あ、うん、多分、まあ、背中は行ってない。背中は掘ってないね。誠の場合は背中掘ったらもう一個超でけえのになるそうだね。ここもバーみたいな。誠お尻は掘ってない。お尻はね掘られましたね。しかも23歳になってすぐ。23歳の時初めてのタトゥーがお尻掘られました、はい、掘りたいっつったら違う掘られ方するよ。お尻掘りたいな。ひどい。いきなりひどくすのやめてくんない？結構健全な感じでしたのに、いい感じに、いいバイブ流れたのに、いきなりもう大変。マネーも誘うから悪い。なんかツアーでさ、そういう面白い、なんか毎回お、なんかやることとかある？その。バンド5人と、あと、ローディーのやつ1人で、6人で、部屋がまあ、3部屋で、2人部屋を3部屋。うん。で泊まるんだけど、最初のところはね、なんかね、タジじゃんけんってのがあった。あー出た。タジストーリー出てた。そこまで、あの俺今それ忘れてたんだよね。タジ君と面識ないけど、ちょっと、はい、どうぞ。まあ、そのね、最初俺とタジが泊まってたんだけど、タジがね、うるさくて独り言なんかわかんないけど、ずっと喋ってんの、一人で。喋りかけてんの、それは。かけて、わかんないよ。ただずっと、なんか言ってるし、あと、時間もなんかね、かわいそう。久しくいないから何も言えない。本当はめっちゃお前と話したくて、めっちゃお前に喋りかけてたのかもしんない。わかんないですよ、ね。イケピーの方は、いや、俺に話しかけて。気のせい扱い。でも、なんか、自分のことなんですよ、おそらく。おそらく自分のことだから、あれ、何しなきゃな、あれどうしたっけな、あれ、うんうんうん、なんだかなみたいな。あ、それは独り言のね、完全にずっと言ってるし、うん、なんか風呂入ってってもなんか鼻歌みたいな聞こえるし、ホテルの部屋から出るときはなんかさりげなくせかすし、時間のまだ大丈夫なのにあって、そういうストレスからストレス俺はタジとなんかもう一緒の部屋嫌だってなって、そんでじゃんけんで負けたやつが5人でじゃんけんして負けたやつがタジと一緒の部屋になる。で、そのじゃんけんが行われてる時はさ、タジ君はそこにいるの？いる。いる。目の前でやばい。されてるものってある？俺はね、写真をやってます。おー。はい。写真かな？うん。カメラ買ってみて。そう。いや、なんかさ、音楽以外で表現するってさ、うん。口では言うんだけど、あんま今まで他の方法ってなかったからさ、うん、で写真、まあやってみっかってノリでカメラ買ってみた。案外楽しくて、うん、あ、これも結構表現なのかなってちょっと思っちゃったり、うん、一番その誠が撮って、うん、このベストショットだったりさ、その一番撮るとして一番いいところってどこ？うん、沖縄だね。あ、何とってもかっこいいからね。すごい多いよね、枚数が多いよね。そう、沖縄行ったことないんだけど。マジで？そうそう、写真はめちゃくちゃ見てるから、うん、とかこうドキュメンタリーとかあるじゃない、うん、テレビとかですごい見てるはいるんだけど、うん、行ったことなくて。県だったらね、1枚アルバムできるね、きっと。マジで？すごいね。うん、イケビはなんかある？最近ハマってるもの。そうだね、まあ俺はここ1年ぐらいはもうトレーニング。いや、やっぱり。待ってました。それは、
トレーナーの人がいるの？そういうの？うん、トレーナーはいないね。完全に自分で調べたりしてやってる。は、うん、まずその自分とか筋トレ行かないんだけどさ、うん、ポールとか行って行こう行こうみたいな、うん、体にいいからって勧められてるんだけど。わかるよ。どうする？成果は明らかに出てきたみたいな。出てきましたね。俺の知って、うん、俺の昔知っていたもうイケピーはない、うん、分の今の3分の2増えたわけだ。それのそうですね。筋トレしてる誠は？イケピー見習ってね、少しずつちょくちょくやってるの、うん、マジで、うん、マイペースだけどしないと俺、うん、ポールにずっと言われてるのに行こう行こうって。ポールムキムキだもんね。行けないじゃんポールと。行きたくないよ俺ポールとみたいな。 あんなガチガチのね。最近見た中で一番やばかったのは、まあ、ちょっと前の映画だけど、うん、冷たい熱帯魚、そのシオンっていう監督の、はい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 、うん、映画で、まあ、実際のそのあった猟奇的な事件をベースにした、まあ、ちょっとコミカルになってるんだけど、まあ、その話の核にあるのはやっぱ人間、ヒューマンドラマなんだよね。うーん、まあ、興味があったら見てみて。すっごいたくさん ディープな感じ。うん、エクストリームだね。エクストリームな映像が待ってるから。エクストリーム18禁。エクストリームだね。マジ18禁だね、うん、確か。それはあのえぐいっていうかグロい意味で、それともエロい意味で、うん、ああ両方エログロ。全部エログロ。エログロ全部。みんな知らない体でちょっと、みんなが知らない映画っていう体で。そうかあんの、ね、あの多分みんな知らないと思うんですけど最近見て扱ったのはエクスペンダブルズ2ですかね。何それ何それ。誰で出てるの？シルベスター・スタローン。おーアーノルド・シュワルツ。おーブルース・ウィルス。おまあもうその他も超豪華なアクション俳優がもう出てる映画なので、ぜひ皆さんご覧ください。その中の敵の役として今回イケピーもエクスペンダブル3に。そうです、今回おっと3に重大発表じゃないですか、はい、シルベスタースタローンの宿敵として。そうです、スタローン直々にオファーが来まして、ハーネム聞いてるよ。そうそう、東洋の悪魔ジュン。イケピー次の作品に出てくれないか。日本語で来て、日本語で勉強してくれた。勉強してくれた。スタローンが、スタローンが次出てほしいんだ。ひつひつって言ってわかんない。しかもあんま似てないでしょ。そう、俺今、ね、あれって3出るんだっけ。3がね、もう公開してて、公開してつい最近ですよね。最近 DVD ブルーレイレンタル見ないと。イケピーも出てるんで。そうです。ディレクターズカット出てる。これね、あとね、P 入れた方がいいかもしれない。いや、大丈夫でしょ。3に出てるか4に出る予定かのどっちかです。そうです。やばいでさ、今日はありがとうございました。こちらこそありがとう、ありがとう。 We'll see you later. Take care. また Hell yeah. Hell yeah. どうやってんだっけ。あ、どうだっけ。それイケピ、あ、こうだ。中指と薬指をこう曲げて Hell yeah って。